はい、さて和田さん、本はい、日のお題は何でしょうか。本日はこちらです。もう目が来ましたね。はい、イタリアルネサンスを代表するフィレンツェの大画家サンドロ・ボッティチェリのラ・プリマヴェーラ、はい、春と呼ばれる絵ですよね。これ教科書とかにも載ってるから。そうですね、見たことある、見たことがある。何かご不審な点がおありですか。あの真ん中の人がすごいお腹がぽっこりしていて、うん、この方、はいはい、なんか妊婦さんとかっ、はいはい、ぽいですよね、はい、でこれ登場人物じゃあ見ていきましょうか。これどういう絵なのかっていうのね、はい、この方はどなたですか。あ、イブとかアダムとイブの、あ、はい、いやいや、この方が誰かもう目印がありますよ。上の天使とかですか。うん、これですね、はいはい、うん、ちなみにこれ天使じゃないですからね。あ、そうなんですか。これ天使じゃないですよ。これキューピッドですよ。キューピッド、はい、ギリシャ神話でいうエロスですよ。ああ、もうキューピッドを従えてる女神といえばヴィーナス。そうです、そうです、ピンポンです。このキューピッドがいればヴィーナスだと思って大体間違いないですよ、はい、これは緑色でほっぺた膨らましてるの何の神様。風。そう、日本の風神も緑色してるだろう。あ、はい、これは西風の神様ゼフィロスで、ゼフィロスがこう誰かを捕まえてますね、はい、ね、クロリスっていう妖精なんですよ。ギリシャ語でね、クロルスかなんかが緑っていう意味なんだよ、まあ、それでゼフィロスが緑になってるっていう説もあるんだけど、要するにこのクロロフィルってあるだろ、葉緑素のこと、クロロフィルっていうのは、あれだから要するに緑だから、はい、それで花の女神になるから、要するにこの植物の女神なんだよね。そういう神話があるんですよ。西風の神様ゼフィロスがこのクロリスという妖精に恋してさらうんですよ。さらって妻にしちゃうんですよ。そうするとそのクロリスがこのフローラ、花の女神フローラになるんですよ。春が来て花が咲くっていう、まあそういう寓意だから、まあこれ全体こう春というねタイトルもついてるわけだけど、だからゼフィロスとまあクロリスとフローラ、花の女神がいてヴィーナスがいて、でここ前あのルーベンスとこでもお話ししたパリスの審判、うん、3人の女神の中で誰が一番綺麗なのかをパリスが審判するのに似てるんだけど、はい、そうじゃないんだよね。これいわゆるここから来た三美神っていう3人のまあ綺麗な女神、まあ、その3人が何を表すかいろいろなんだけど、愛と定説と美っていうふうに言われてるんだけどね。でそうなるとこれはパリスじゃなくて、よく見ると杖持ってんだよ、枝みたいな、はい、枝持って、でここの雲が来てんだよね。雲をこうやって払ってんだよ。これはギリシャ神話でいうヘルメスなんだよ、エルメス、はい、でそれあのローマ神話でいうとメルクリウス、マーキュリー、セーラーマーキュリーのマーキュリー、水星のマーキュリー、メルクリウスなんだよね。でこういう、まあ、あの解釈諸説あるんだけど、一番一般的なのはだいたい今言ったような人たちが書かれてるだろうと。でじゃあ何を意味しているかっていうと、こう西風が吹いて春が来て、でこのヴィーナスの季節の4月になりましたよと。で4月は英語でエイプリル、アプリル、アプロディーテ、この人の月だからエイプリルというまあ説が言われてますね。でメルクリウスは5月と関係のある神様なんですよ。5月の15日がメルクリウスの祭りなんですよ。うん、だからこう西風が吹いて、まあ、春が来て、で次の初夏夏に向けてメルクリウスが雲を払ってると、まあ、そういう絵として捉えられてるんですよね。もともとはメディチ家のメディチ家な、フィレンツェでこの当時力を持ってた、はい、あお家ですけども、そこ あのロレンツォ・ディ・ピエル・フランチェスコ・デ・メディチっていう人の結婚祝いに書いたと、はい、その人は結婚したのは1482年だから、その前後に
結婚祝いに書かれただろうっていうのが大体今の定説、もっと前に書いてたっていう説もあるんだけど、だからこの結婚で春が来ましたと、でこれからこう夏に向けてみたいな、まあ、非常に縁起のいい絵、はい、でここにこの木の実がついてるわね、はい、オレンジなんだけど、オレンジはメディチ家の象徴なんだよ。へー、メディチってさ、 あの英語で言うメディシンとかと同じ語源なんだよ、まあ、薬とかお医者さんとかっていう意味なんだよ、うん、はい、だから明治家の紋章って丸薬、あの精度丸みたいなさ、はい、丸い薬がこう並んでるんだよ。でそれでこうオレンジに似てるっていうんで、オレンジは明治家の象徴なのね。だからその明治家の結婚祝って繁栄を祝った、絵ですよと、いうこと。そうするとこれがぷっくらしてるのは、あ、子だから、そう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 、うん、その子宝祈願みたいなね、うん、そういう意味でこうヴィーナスが妊娠してるんじゃないかというふうに、まあ、一般的には捉えられるわけですけれども、それだけじゃないと思うんですよ、うん、そこを今日はお話ししたいんですよ、はい、この絵よく見るとね、この人のこのヴィーナスの後ろ、はい、ここだけこう茂みが抜けてるだろう、はい、ほぼ丸く、うん、仏教の仏像でいう光背だよ、うん、光背を背負ってこういう感じでいる女の人って誰よ、宗教画でいうとこういうの背負ってる女の人の代表は誰、キリスト教の絵で。全然わかんない、全然わかんない、全然わかんない。マリア様でしょ。で聖母マリア、聖なる母っていうぐらいで、はい、誰の母だっけ聖母マリアは。誰の最初の文字、最初の文字なんですか。イだよ、イだよ。イ、うん、イ、イで三文字って聖母が、イデア、え、イデア、誰だよイデアって。イ、イデアは理想のことだよ。英語で言うアイデアだよ。マリア様が赤ちゃん抱いてるだろ、よく絵で、うん、聖母子像って言うだろ、うん、で聖母はマリアだろ、死の方は誰よ、その人、イエス、そうだよ。呼び捨てかよお前。イエスキリストのお母さんだから聖母なんだよ。だからこれはギリシャ神話の愛と美と豊穣の女神ヴィーナスにキリスト教の聖母マリアを重ねてるんじゃないかというところなんですよ。その見方をするとですね、もう一枚のこの人の有名な絵、このこれはこれも見たことあるでしょ、はい、ボティチェリのもう一つ有名、ヴィーナスの誕生、ヴィーナスの誕生、ヴィーナスが生まれましたっていう絵なんですよ。これの見方もこれがただのヴィーナスじゃなくて聖母マリアが重ねてあるっていうことになると、この絵も単なるこのヴィーナスの誕生じゃないんじゃないかなっていう見方ができるわけですよ。これまたゼフィロスなんですよ。でこれ連れてんのがクロリスだという説と、いやそよ風の女神のアウラだよっていう説とあるんだけども、まあこれヴィーナスね、ギリシャ神話でエイプリルの語源にもなったといわれるアプロディーテで、これなんでアプロディーテっていうかっていうと、アプロスってギリシャ語で泡なんだよ。泡から生まれたんだよヴィーナスは。でどんな泡から生まれたかっていうと、あの天地を作ったねウラノスっていう神様がいるんだけどね、それが子供のねクロノスっていう人にね殺されるんですよ。でそれで男性器を切り落とされるんですよ。でそれが海に落ちた泡から生まれたのがアプロディーテなんですよ。すごいとこから生まれてるんですよこの人。でそのアプロディーテはこの貝に乗ってね、西風に吹かれて上陸したという話なんですよ。だからこれ吹いてるわけですよ、地上に。で、まあ、これがこれはまたあの花の女神、この服の花模様だから、このさっきのこのフローラに似てるじゃんこれに、はい、だからこのフローラが地上に来たヴィーナスにこう服を
着せようとしていると、まあ、そういう今まさに上陸しようとしているというそういう絵ですよ、ね、そこでちょっと恥ずかしそうな格好をしているでしょ、はい、でこういう格好をしているヴィーナス像っていうのは古代ギリシャの時代からあるんですよ。有名なクニドのヴィーナスとか恥じらいのヴィーナスって呼ばれる古代ギリシャの彫刻にある、まあ、典型的なポーズの一つではあるんですよ。だけどもう一つこれに似たポーズで描かれる人がいるんですよ。最初は自分が裸だと気がついてなかったですよ人間は。あ、アダムとイブですか。イブがヘビにそそのかされて知恵の実を食べて自分が裸だっていうことに気がついちゃって、あ、恥ずかしいなって。ということはこれこっちではヴィーナスに聖母マリアを重ね、こっちではヴィーナスにイブを重ねてるんじゃないか。そうするとイブはそれで知恵の実を食べて恥ずかしいって言ってイチジクの葉っぱで隠して、それで神様がお前どこでそんな知恵つけたんだって言って、蛇に言われて食べちゃいけないっていう実食べちゃいましたって言って、で出て行けって言って楽園を追放されるでしょ、はい、それが人類の現在と言われてるじゃん、はい、と今この人は生まれた海から出てきて今地上に降り立つわけだよ、うん、そこで初めてさ服を着なきゃいけないっていう、うん、ヴィーナスの勝利のシーンのようだけども、逆にこれはある意味楽園追放、うん、何も知らずに泡から生まれてきた楽園からこの地上に降り立つことで、なんていうかその現在を追ってる楽園を失ってるっていうそういう絵なんじゃないかっていう、そういう見方もできるわけなんですよね。でどうしてじゃあそういうふうにあのギリシャローマ神話の話にねキリスト教の話を重ねてきてるのかなって、本当にボッティチェリはそんなことを考えてたのって、もう本当のところはわからないけど、でもそう考えるに十分たるだけの根拠があって、この時代のボティチェリが生きた時代のフィレンツェではネオプラトニズムっていうのが大流行してたんだよ、うん、ネオプラトニズム、新プラトン主義って言われるんだけど、プラトンって古代ギリシャの哲学者がいるんですよ、うん、イデアっていうものの重要性を説いた人ですよ理想的なその精神的な愛ってね。でルネサンス期のフィレンツェではそのネオプラトニズムが流行った。でネオプラトニズムっていうのはネオってつくぐらいだから、ただ単にプラトンの教えを言うだけじゃないんだよ。代表的な学者がマルシリオ・フィチーノっていう人でね、その人がメディシ家にこう雇われてて、その人の周りにこのプラトンアカデミーっていうようないろんなことを研究する集団ができて、いろんな思想家やアーティストがそこに参加して、ボッティチェリなんかもそこに出入りしてたと言われる。だからそのネオプラトニズムについてはボッティチェリはよく知ってたはず。でじゃあネオプラトニズムがどこがネオなのかっていうと、ギリシャ哲学とキリスト教をくっつけたのがネオプラトニズムなんだよ。まあ、日本でいう神仏集合がそこで行われたんだよ、うん、でそれはどういうあれかっていうと、ギリシャ哲学の世界は結構肉体をこう賛美するじゃないですか。でその肉体をキリスト教的な精神でコントロールすると、そのことによって肉体的な愛から精神的な愛へと高めていくんだというのがこのネオプラトニズムなんですよ。その形で要するにキリスト教的精神を上に置くことでこの神仏集合をやったんですよ。だけどキリスト教とギリシャ哲学って本来愛入れないものなんだよ。向こうはだっていっぱい神様がいるさ、肉体万歳の考え方だしさ、でキリスト教はキリスト教で神様は一人でさ、肉体は汚れてるという宗教じゃない。本来一致しないんだけど、それはこの人間というものの中にその汚れなき精神と、まあ、その汚れやすい肉体と両方あると。でこのそれをこうコントロールしていくのが大事なんだっていう考え方のね。でそれをよく物語っているのがこのボッティチェリが描いたこの絵なんですよ、うん、ね、これパラスとケンタウロスっていう絵なんだけれども、はい、まあ、これあのパラスっていうのはパラスアテナって呼ばれて知恵の神様、知恵と戦いの神様なんだよ。でこれケンタウロス、ケンタウロス下半身こう馬じゃない、はい、でこれは結局性欲とか肉欲の象徴なんだよ、はい、人間のその獣性の象徴なわけだよ。そういうその肉体肉欲みたいなものをこう知恵の神様、
理性で抑えていくっていう、まさにこの非常にネオプラトニズム的な絵なんだよ。でよく今これウフィチ美術館にこの2枚飾られてるのね、はい、でこのウフィチに入る前に確かにそのピエール・フランチェスコ・デ・メディチ家 の、はい、あの田舎の別荘にこの2枚かかってたんですよ、うん、だからこれついで描かれたとずっと思われてたんだけれども、はい、20世紀になって1975年にそのピエール・フランチェスコ家の1499年の財産目録が発見されたんだよ、うん、でその財産目録の中にこっちプリマベーラは入ってんだけどこっち入ってなかった、だからこれ後から1499年で後から来た、だから対じゃないと、もともとでむしろこれと一緒に書かれた対だったのはこれなんだよ。これが一緒に飾られてた、多分この位置でこの並びで飾られてたっていうのが分かってるね。だからこれ結局そのただの結婚祝いじゃなくて、まあ、結婚をっていうものを通じてね、よりこう精神的な愛に高めていこうみたいな、そういうキリスト教的な部分も入ってた絵なんじゃないかなというふうに言われてるんですよ。精神的な愛の方が上位にあるっていう考え方だから、それはプラトンも言ってたわけ、古代ギリシャの。でこうだからプラトニックラブって言葉は知ってるか、なんか聞いたことあります。どういうラブだ、プラトニックラブって。なんか感情だけみたいな、精神的な愛のことを言う要するに肉体的な交わりのない精神的な愛ですよ。それでなぜプラトニックラブっていうかっていうと、プラトンがそういう愛が一番尊いんだって言ったからですよ。それ言われるようになったのはまさにこの、 あのボティチェリの時代のフィレンツェで、そのマルシリオ・フィチーノっていう人がアモール・プラトニクスっていうプラトン的な愛ってそれを呼んだわけですよ。そこからプラトニック・ラブっていう英語もできたわけですよ。だからまさにこのボティチェリのこのプリマベーラっていう作品はその精神的な愛っていうのを説いてる絵とも取れるわけですよね。そういうふうにそのギリシャ哲学とキリスト教をなんとかこう融合しよう。マリア様は人間の女性、そこに神様の子供を宿したわけだ。イエス様はマリア様が生まれることによって人間の体を持った、だけどその精神は神ですよ。だからまさにその肉体と精神というのに分離している人間というのがここで今一つになってるみたいな、そういう意味も含まれてるんじゃないかと思うわけですよ。こういうダブルミーニングはボッティチェリが自分から自分の作家性を入れようと思ってやってるのか、それとも貴族がこういうのやってくれって言うんですか。いや、これはボッティチェリがやったんだと思いますね。ボッティチェリって本人は実はものすごい宗教的な人なんだよね、もともとは。もともとは相当真面目でちょっと神秘主義的なところがあるぐらい宗教的な人なんだよ。ただこの時のブームでこのギリシャローマ神話の世界をね描くのがブームだから、そういう発注ばっかり来るわけだよ。だけどやっぱりそれだけじゃないだろうっていうのは思ってるわけです。でそこにギリシャローマ文化とねキリスト教を融合していくのが大事ですっていうネオプラトニズムみたいなのがあったからスポーンとはまったわけですよ。ボティチェリ自身の気持ちっていうのはずっと宗教寄りなんだよ。だからその後フィレンツェにフランス軍が攻め込んできちゃってメディチ家追放されるんだよね。その後サボナローラっていう、まあ、狂信的な修道僧がもともとその予言してたの、フィレンツェがメディチ家で栄えてる時に、まあ、バブルだよ、こんなバブルな世の中でね今に天罰が下るって言って、そこにフランス軍が攻めてきてメディチ家追放されちゃって、なってほら見ろってなって、みんなサボナローラが言ったことは本当だってみんな調子に乗ってね、こんな異教の絵とか描いてばっかりいたからね、こんなことが起きたんだってなって、サボナローラがもう祭り上げて支配者になっちゃって、4年ぐらいサボナローラの神聖政治っていうのが始まって、でこういうのも異教的な絵はけしからんって言って虚栄の焼却っていうのをやって、みんな大量に絵を燃やしたんだよ。でボティチェリはもうそのサボナローラ出てきた時に結構サボナローラにはまっちゃって、もともとがそっち寄りの人だから、で以降もう一切こういうギリシャローマ神話の書かなくなっちゃって、でもう晩年
こんな中世の宗教画みたいな絵に戻っちゃう。これの方が後なんだよ、ボティジェリの。もう時代が100年ぐらい戻ったみたいな絵ばっかり描いて、でもうこういうのすら描くのをやめちゃう。だからこの最初の和田さんの質問に戻るとさ、はい、プリマベーラの女の人のお腹がなぜ膨らんでいるかっていうと、もちろんこれは結婚祝いで、まあ、だから祈願みたいな意味もあるだろうけれども、これは同時にそのマリア様がイエス様を宿したように、そのあなたたちのね結婚もより高い精神的な愛の高みに行ってくださいよというような願いが込められているんじゃないかということです。そして言っておきたいのは、ルネサンスってよく再び生まれるっていう意味だから、古典復興って訳されるんだよね。だから単に古代ギリシャローマの文化が復興したことだと思われてるんだけど、そうじゃないんだと。ルネサンスの本当の意味は古代ギリシャローマ文化とキリスト教を融合させたことにあるんだよと。これがまさにこの象徴的な絵なんだよね。ギリシャローマ的な肉体表現でキリスト教美術を確立したっていうのが実は一番重要なんですよっていうことをこの機会に覚えておいていただきたいと思いますけども、はい、なかなか今日は骨が折れましたよマリア様、イエス様の説明から始めなきゃいけないありがとうございました。ありがとうございました。勉強させていただきました